メディアを再生する上野動物園の山島馬。島馬は、ホニューズナウマモクウマカウマ族のうち、白黒の島模様を持つ系統である。数種からなり、それらは単系統をなす。和名は島、馬だが、馬より、ロバの系統と近縁である。島馬は外して草を食す植物食である。島馬の外見的特徴は、毛の黒地に白の島模様に加え、大きな耳。 先端が、ふさ状になった王など、その姿は野生のロバとよく似ており、鳴き声もロバに近い。ゆえに、シマ模様のロバと呼ぶ言語もある。シマウマのシマ模様の効果は、捕食者が狩りの獲物とする個体を識別しにくくする。これは、霊長類以外の哺乳類は、色の識別能力が低いことと関連している。つまり、ウマの白黒の模様は、霊長類以外の哺乳類が遠くから見た場合には、 草原の模様に渦漏れ判別しにくいとされる。また、島模様は体の部位ごとに向きが異なり、群れをなすと各個体の島模様が混ざって視覚的に同化してしまう。しかしメリンらの研究により、天敵の大型肉食獣は人間ほど島の認識ができておらず、このため同じところに暮らす多種の植物食動物の単一の色の紐に対して、 島模様が特に天敵を混乱させることに優位ではないということが判明した。他にも説があり、日よけや草食動物のため群れている方が被害が少なく、仲間同士で群れを見つけるのに役立っているとも言われている。島馬など島模様を持つ生物は、体表面で温度差を形成して微細な空気の流れを生じさせ、体温調節に役立てているとする研究がある。 しかし NHK のダーウィンが来た生き物神殿説の2017年10月1日放送で独自にこの説の真偽を実際の生息環境で検証したところ黒島の部分は温度が大きく上がり白島の部分も黒島よりは低いが温度が上昇し低下を見せたのは温度差が生む風でなく自然の風が吹いた時だけということが判明した2014年には カリフォルニア大学デイビス校のティムカロ博士らの研究チームがシマウマのシマ模様は吸血性のハエの仲間が媒介する伝染病から身を守るためである可能性が高いとの研究成果を発表した。カロラの研究チームは馬科の動物から吸血し、その際に睡眠病を媒介するセチェ,チェバエなどの吸血性ハエの仲間とシマウマの生息域は地理的に重複し、 また、シマウマの体毛は極端に短く吸血が容易で、あるにもかかわらず、セツェチェバエの体内から、シマウマの血液がほとんど検出されないこと、セツェチェバエは、色彩が均一な面を好んで着地し、シマウマのような模様のある面は避ける傾向にあることが、実験により確認されたこと等により、吸血性肺の被害からの防御とシマ模様との関係は、極めて高いと結論付けた。ヌー、トムソンアセル。 トピなどの霊養類、キリン、ダチョウなどと根群をなすことがある。天敵はライオン、ブチハイエナ、リカオン、ナイルワニである。シマウマは華麗に伴い気象が荒くなる。また人間になつくことはほとんどなく、気状や運搬用に準備することが困難である。アフリカでは輸入した馬に病気が多発するため、19世紀からヨーロッパ人による現地のシマウマの家畜化がたびたび試みられたが、 成功した例は少ない。シマウマの馬車に乗る第2代ロスチャイルド男爵ウォルターロスチャイルドシマウマを家畜化しようとする試みはいくつかあった。特にヨーロッパ人がアフリカを植民地化していた頃、ヨーロッパ人の持ち込んだ馬は、せゼバイに刺されて眠り病にかかることが多く、使い物にならなかった。そのため、眠り病にほとんどかからないシマウマが注目されたので、ある。しかし、 ごく一部に家畜化できた個体はいたものの、ほとんどが失敗した。シマウマは気象が荒く、どうやっても人に懐かなかったのである。この荒い気象を持つようになった理由として、アフリカでは古くからシマウマは食料として狩りの対象であったため、シマウマが人に対して強い警戒心を持った。あるいは、アフリカではライオンやハエ,エナなどの強力な肉食獣が多く、 身を守るために攻撃的な性質を獲得したとの説もあるが、はっきりしない。また、シマウマの体は、馬と比べて小柄で、さらに背の骨格も貧弱なため、人が乗ったり、重い荷物を運ばせたりするのは難しい。このため、家畜化できたとしても、馬と比べて利点が少ない。時代が進み、馬すらも自動車が取って変わる時代が訪れると、シマウマを家畜化する試みは、 一部の研究者を除いて、試されなくなった。シマウマ3種の系統は、以下のようになる。ウマ族のア族分類では、グレビーシマウマをダリコヒパスア族、他の2種をヒポタイグリスア族に分類するが、実際は、グレビーシマウマとサバンナシマウマが近縁であり、ア族分類は、系統的ではない。サバンナシマウマとヤマシマウマは、さらに、次のようなア種に分かれる。かつては、 クアッカは他のサバンナシマウマと別種とされており、サバンナシマウマの種名はエキスバーチライだった。2004年、ケープヤマシマウマとハートマンヤマシマウマを別種とする説がグローブズとベルにより提唱されたが、分子系統では否定された。グレビーシマウマ最大のシマウマ、ケニア北部からエチオピア、ソマリアにかけて生息している。他のシマウマに比べ、細かい島がたくさんある。 クワッカ近代の全滅種。頭部、首を呼び肩だけに、島のあるウ馬だったが、乱獲により1880年頃野生では、絶滅した。アムステルダム動物園で飼育されていた最後の一頭も1883年に死亡し、白星でしかその姿を見ることはできない。バーチェルサバンナ島馬1918年に、絶滅したと考えられていたが、2004年に、再発見された。 ケープ山シマウマシマウマの中では最も小型のアッシュ、南アフリカの産地に生息している。腰から尾にかけてはしご状の縞模様がある。ボツワナの国章日本に初めて上陸したシマウマは、1675年にアルメニア人商人のホジャムラードがエチオピア王の大使として天皇に送った2頭である。 横断歩道や、導流帯を、その島模様から、ゼブラゾーンと呼ぶことがある。ボールペンなどを製造するゼブラでは、コマーシャルで、ゼブラゾーンを渡りましょうというセリフを流していたことがある。A.B. スタイガー、C.C. マイトルバーグ、A.T. ワシーライダー、O.A. マレキアラ・ファイロジェニー・オブ・エクステント・エクイズ、アンド・エフェクツ・オブ・アンセストラル・ポリモルフィズム・イン、リザルビン・クスピッシーズ、 レベルファイロジェニツ、モルファイロジェネット、e ボリューム6 5ドイ、10.1016、J インペル、2012.07、010、ゼブラストライプス、スルーザアイズオブゼアプレデターズ、G ブラス。 アンドヒューマンズハット http コロンスラッシュスラッシュ www.nationaleographic.co.jp g スラッシュアニバルススラッシュマママルススラッシュゼブラ .html ハットサーモレグヤラトリパスチャースアンドオリエンテーションツーザサン A メカニスティックエバリエーションフォーザゼブラデイルドリザード カラソリスドラコノワズ PP710 から720プブリッシュとバイアメリカンソサエティオブイクシーラジスッツハーパトーラジスッツ第524回白黒つけます。シマウマの謎ちなみに天敵かく乱説が誤りであることについてもメリンラとの論文の共同執筆者の九州大学の平松千尋が 番組に出演し紹介した http コロンスラッシュスラッシュ www.nature.com スラッシュ ar-ticles スラッシュ ncomms4535-abcd なぜしまうまあ人間に恐れを抱くのかログミー https://logmi.jp/biznes/articles/3211662019 年5月6日閲覧。グローブズ、CP& ベル、HB2004、ニューインベスティゲーションス、オンザタクソノミーオブザジーブラスジーナスエキス、サブジーナスヒポタエグリス、マメイリアンバイオロジー、69、 182から196、アブストラクトオンラインハットムドリー、ワドハーレー、EH2005、ポピュレーションストラクチャリング・イン・マウンテン、G ブラス、ザ・マレギアラー・コンシュクエンシズオブ・ダイバージェント、デマグラフック・ヒストリーズ、コンサーベーション・ジェネティクス6・ロック、953-968、古川哲司、第42章二つの国の出会い、近世より、明治期まで、 エチオピアを知るためのご住所、岡倉都市編著、赤市書店、エリアスタディーズ68、東京、2007年12月25日、初版第一冊、2933ページ、ISBN 978から4から750326825、ありがとうございます。